ゾロアスター教は古代ペルシア発祥の宗教である。聖典はアベスター別名ハイカ教。聖火台跡、着々イラン高原に住んでいた古代アーリア人はミスラやバーユなど様々な神を信仰する多神教であった。この現ニラン多神教をもとにザラスシュトラガー・フラマズバーを信仰対象として創設したのがゾロアスター教のルーツである。また、 善の神、アフラマズダーの他に、悪の神アーリマンという神もいる。善の神と悪の神の二元論を信仰している、紀元前6世紀のアケメネス朝ペルシア成立時、すでに王家と王国の中枢をなす、ペルシア人のほとんどが信奉する宗教であったとも言われている。これに対し、3世紀のサーサーナサ成立まで、 長らくアーリア人の諸宗教の一派に過ぎなかったとする見方もある。このため21世紀初頭のゾロアスター研究では古代アーリア人の諸宗教を記述することでアーリア人の民族宗教研究に奥行きを持たせようとする傾向がある。紀元前3世紀に成立したアルサケス朝・朝パルティアでもヘレニズムの影響を強く受けつつアーリア人の信仰は守られた。 三世紀初頭に成立したサーサーナサ、ペルシアでは国境とされ王権支配の正当性を支える重要な柱とみなされた。サーサーン長期には聖典アベスターが整備された。また、活発なペルシア商人の交易活動によって中央アジア、中国へも伝播していった。 7世紀後半以降、アラブジニスラム教徒の支配で、ゾロアスター教は衰退し、その活動の中心はインドに移った。17世紀以降、イギリスのアジア進出の中で、イギリス東インド会社とインドのゾロアスター教徒の関係が深まり、現在も少数派ながら、インド経済社会で少なからぬ影響力を持つ。聖地は、イラン、ヤズド近郊に位置する着々。 ゾロアスター教は、光の象徴としての純粋な、火音を尊ぶため、廃火教とも呼ばれる。ゾロアスター教の全神殿には、ザラスシュトラが点火したとされる火が耐えることなく、燃え続け、神殿内には、偶像はなく、信者は炎に向かって礼拝する。中国では県教とも筆者され、東大には、三、エビス教の一つとして流星した。多少としてはさらに、 アフラマズダーを信仰するところからマズダー教の故障がある。ただし、アケメネス朝の宗教をゾロアスター教とは呼べないという立場からすると、ゾロアスター教はマズダー教の一種である。また、この宗教がペルシア起源であることから、インドア大陸ではペルシアを意味するパールシーの語を用いて、パールシー教ないしパーシー教とも称される。今日、 世界におけるゾロアスター教の信者は約10万人と推計されている。インドイラン、欧米圏などにも信者が存在するが、それぞれの地域で少数派にとどまっている。その来世間、終末論がセム的一神教や仏教などに影響を与えたという説もある。善悪二言論を特徴とするが、善の勝利という意が確定されている。 世界最古の一神教とも言われることもある。ザラス・シュトラの教えがどのようなものだったのか、聖典、アベスターが極めて難解なことから今日では正確には分かっていない。様々な宗教の影響を受けて6から9世紀にようやく教義が確立したとする向きもある。ここではゾロアスター教の主な教義を記述した後、その教義史について概観する。 ゾロアスター教で最重要の儀式とされるのが、ジャシャンである。これは、感謝の儀式とも呼ばれ、物質界、精神界に平和と秩序をもたらすと考えられている。ゾロアスター教とは、この儀式に参加することで生きていることの感謝の意を表し、儀式の中でも、感謝の念を捧げる。ゾロアスター教祭司は、白衣をまとい、伝統的な帽子をかぶり、 成果を汚さぬよう白いマスクをして儀式に臨む。ここでは、正常さが求められる。7歳から12歳頃までにかけて、ゾロアスター教入信の儀式、ナオジョテが行われる。儀式で入信者は純潔と神聖の象徴である白い糸と神聖な肌着を身につけ、競技、道徳等を守ることを生願する。ペルセポリスに残されたゾロアスター教の守護霊。 フラワシ像ゾロアスター教の守護霊は、善を表し、善のために働く、フラワシである。フラワシは、この世の神羅万象に宿り、あらゆる自然現象を起こす、霊的存在として、神の神髄を表し、助けを求める人を救うであろうと信じられている。ゾロアスター教の礼拝は、廃下神殿と称される、礼拝書で行われる。神殿は、信者以外は、 立ち入り禁止で、信者は礼拝所に入る前、で、顔を清め、クスティと呼ばれる祈りの儀式を行う。クスティの後、履物を脱いで建物に入り聖火の前に進んで、その灰を自分の顔に塗って、聖なる火に対して礼拝を捧げる。ヤズドの沈黙の当ゾロアスター教の葬送は、今日では珍しい長僧、風僧である。この葬送は、 遺体を埋納せず野原などに放置し、風化ないし、鳥がついばむなど、自然に任せるもので、そのための施設が設けられることもある。この施設は一般に、沈黙の塔と呼ばれ、屋根を設けず、石板の上に、死者の遺体を置き、上空から鳥が降下して、死体をついばむ構造となっている。ゾロアスター教の競技場、人間はその肉体も、 アフラマズダーなど全身軍の守護のもとにあるため、正常な創造物である遺体に対して不上がもたらされないよう、重装、風装がされると説明されている。ゾロアスター教の聖典、アベスターのベンディダードなどでは、自分の親、子、兄弟姉妹と交わる最近、親子語、フバエトバ型と呼び、最大の全徳と説いた。アケメネス長期の伝承を綴った。 アルダー・ウィーラーフの書では、ニー・シャープールの聖職者ウィーラーフの皇徳の中で、最も称賛されるのが七人の姉妹と、近親婚したこととされる。また、彼は、冥界の旅の中で天国で光り輝く、者たちを見たが、その中に住まう者として、近親婚を行った者の姿があった。反対に、近親婚を破産にした女が地獄で蛇に、 苛まれている記述があり、その苦痛は永遠に続くという。ゾロアスター教の影響下にあった古代ペルシャでは、王族、僧侶、平民など、階級の区別なく親子、兄弟姉妹間の近親婚が行われていた。ゾロアスター教の教義の最大の特色は、善脈二元論と終末論である。世界は、 始考神アフラマズバー率いるスプンタマニューと悪の霊、アンラマニュー、及びそれに率いられる、全神軍と大魔王、アンラマニュー及び、悪神軍の、両勢力が互いに争う場で、生命、光とし、闇との闘争とされる。最初に二つの対立する霊があり、両者が、相互の存在に気づいたとき、全の霊が、生命、真理などを選び、 それに対して、もう一方の対立例は、死、虚偽を選んだ。アフラマズダーは、戦いが避けられないことを悟り、戦いの場とその担い手として甘ね、水、大地、植物、動物、人間、火の7段階からなる、この世界を創造した。核飛造物は、アフラマズダーの7つの倫理的側面により、特別に守護された。対して、 アンラ・マンユは大地を砂漠に、大海を塩水にし、植物を枯らして、人間や動物を殺し、火を汚すという攻撃を加えた。しかしアフラマズダーは世界を浄化し、動物や人間を増やすなど、普段の努力で、アンラ・マンユの撒き散らす水防邪悪、汚染などの害悪を、前期物に変えていった。このように、歴史を創造された。 この世界を舞台とした二大勢力の戦いと理解した。アフラマズダーと、前進軍、アフラマズダーより王権の象徴を授受されるサーサーン長のアルダシール一世のレリーフアフラマズダーは、ゾロアスター教の出身。自らの属性を七つのアムシャスプンタという、神々として実体化させ、天空、水、大地、植物、動物、人、火の順番で創生した。 世界の創造者である。アフラマズダーを補佐する前身としては、次の七神がある。アンラ・マニュとアクシン神アエーシュマの影響で成立したと考えられる。前身と対峙する悪魔は、以下の通り。ゾロアスター教の歴史観では、宇宙の始まりから終わりまでの期間は1万2000年とされ、三千年ずつ四つに区切られ、創造、混合、 分離の三期に分けられ、現在は、混合の時代とされる。アフラマズダーによる、創造によって始まった、創造の時代は、完璧な世界だったが、アンラ・マンユの攻撃後は、混合の時代に入り、善悪が入り混じって、互いに闘争する時代となる。全員人類は人生においてこの戦いに嫌をなく、 参加することになり、アフラマズダーやアムシャスプンタを崇拝して、悪徳を自らの中から追い出し、善が勝つよう神々と共に悪に打ち勝つ努力をしなければならない。死後、楽土へ向かう、鎮和飛ばしで、ミスラの審判を受けて、善行を積んできた者は、自分自身の意識が形となった美しい少女、ダエーナーに導かれて楽土へ渡り、悪を選んだ者は、 橋から落ちて地獄に向かう。そして将来的には、治癒と呼ばれる善の勝利と歴史の終末が起こり、それ以後の分離の時代には、善悪は完全に分離し、安楽万有と悪を選んだ者たちは消滅し、世界は再び完璧で理想的なものとなって、分離の時代は永遠に続くと考えられた。ゾロアスター教では、善神軍と悪神たちとの闘争後、 最後の審判で善の勢力が勝利すると考えられ、その後、新しい理想世界への転生が解かれる。そして、その中で、人は、障害において、善、思う、善後、善行の三つの徳の実践を求められる。人は、その実践に応じて、臨重に裁きを受けて、死後は天国か地獄のいずれかへか旅立つと信じられた。世界の終末には、 そう審判がなされる。そこでは、死者も少女も改めて選別され、すべての悪が滅ぼした後の新世界で、最後の救世主によって永遠の生命を与えられる。ゾロアスター教は、自然崇拝のゲンイランタ神教を母体とし、ザラスシュトラがそれを体系化したと考えられる。ゲンイランタ神教の天の神バルナの信仰は、 ザラスシュトラらによって道徳的意味を付与され、アフラマズラーという宇宙創造の思考神の地位を与えられた。ゾロアスター教においては、火のみならず、水、空気、土もまた神聖なものと捉えられているゾロアスター教の聖典はアベスターである。ザラスシュトラの言葉と彼の死後に叙述された部分で構成され、サーサーン長期に編纂されたと考えられる。 全21巻とされ、そのうち、約4分の1が現存する。書籍化にあたり、古代アベスター語をタフラビー文字に書き換えるとき、表記できない音があったため、キリスト教、タフラビー文字やギリシア文字を借用して、新たにアベスター文字が作られた。アベスター語の方が、はるかに古いものの、表記用の文字が発明されたのは、タフラビー語の後人を排した。 しかし、聖書やクルアーンのように当初から、京都の間で広くその権威が認められたわけではなかった。アベスターが書かれたペルシア州の遠方では、8世紀になっても、一般神徒の間でアベスターの存在が知られておらず、ザラスシュトラも認識されていなかった。さらに神官でもアベスターを知らず、それとかなり異なる教義を信じていた節がある。 メソポタミア神話、エジプト神話、ギリシア神話の信仰が失われた教、ゾロアスター教は、ヒンドゥー教と並び現存する、世界最古の体系的宗教、教典宗教とも言われる。ただし、聖典の確立と明確な教義の整備という点では、後発のキリスト教、仏教、マニ教などに、数世紀の遅れをとった。ゾロアスター教に関する資料は、 以下の三時代に偏って存在する。このうち、ハラゾロアスター教研究は未だ安定段階に達しておらず、アベスターその中でも特に、ザラス・シュトラ直伝と思われる、ガーザーの解釈については、決定的な説が存在しない。ズルワーン主義についても、内部資料が少ないため正確なことは分かっていないが、現代にまで伝わる二元論的ゾロアスター教とは、 かなり差があると考えられる。アーリア人の宗教には様々な形態があり、時代によって大きな変化を遂げ、また地域差も大きかったと考えられている。ここではアーリア人の諸宗教について想定される宗派を一覧化する。ザラス・シュトラは全く新しい宗教を創設したわけではなく、既存宗教の祭祀としてアベスターで描かれる。この宗教は、 インドイラン人の宗教や、アーリア人の宗教、ベーダ型の多神教、サキガーサーの宗教などとも呼ばれ、多神教で太陽、火、水、雷、嵐などを崇拝していた。インド古代宗教との類似点も指摘される。そして、サンダヤフラとして、英知の神アフラマズダー、火の神ミスラ、水の神バルナが存在していた。メアリー・ボイスによれば、アフラマズダー、 ミスラ、バルナのミハシュラの主は極めて倫理的な存在で自然法則を擁護しつつ自らもこれに従う。こういった高度な観念は現インドイラン語族が早くも石器時代に発展させたものと考えられその末裔の宗教に深く織り込まれていると考えられる。そのため単にアフラマズダーやミスラを信仰するだけでは厳密にはゾロアスター教徒と言えない。 異教時代と呼ばれる、過去のイラン人と区別するための判断基準は、ゾロアスター共振広告白、フラワラーネに現れる。そこでは5条件が挙げられた。すなわち、アフラマズダーを礼拝すること、ゾロアスターの信奉者であること好戦的で。 不道徳な神田英和と敵対することをアフラマズダーが、想像した偉大な七つの存在アムシャスプンタを、礼拝することすべての善をアフラマズダーに帰することで、ある。この五つに加え、アフラマズダーを想像主と捉えたことが、ゲンイランタ神教と著しく異なる。ゲンイランタ神教が、いつどのようにザラス・シュトラの創設した、ハラゾロアスター教へ引き継がれたのかは、 学説が分かれている。二段階説では、ゲンイランタ神教がザラス・シュトラに直接引き継がれたことになっている。これに対して、ザラス・シュトラ以前からアフラ・マズダーを崇拝したマズダー教が存在したとして、ゲンイランタ神教マズダー教、ハラゾロ・アスター教の順に成立したとみる三段階説もある。この説に従えば、ザラス・シュトラ以降、 三者が存在した時期がある可能性もあるザラスシュトラの肖像。ゾロアスター教の故障も彼の名に由来するが、その生涯は今となっては、不明な部分も多いゾロアスター教の回想ザラスシュトラ。スピターマイやゾロアスター教の成立に関しては、不明な部分が少なくない。ザラスシュトラの誕生地は、アゼルバイジャン説、スイスターン説、中央アジア説などがある。 活動時期は、言語学的検知から、紀元前千年以前とする説と伝承などから、紀元前千年前六世紀とする説がある。ザラス・シュトラは、ゲミランタ神教を改革し、倫理的要素を付加した二元論、終末論を軸とする新宗教を創設した。ハエーチャスパ族の新官一家に生まれたザラス・シュトラは、20歳で、放浪の旅に出た。彼は、 唯一神、アフラマズダーの啓示を伝える使者を名乗り、この世界は、善悪、二神の争いの場であると説いた。このような世界観は、一神教的二言論とも言われるザラス・シュトラが42歳の時、ナオラタ族の王カウィウィー・シュタスパに登用され、最小とも婚姻関係を結び権力の後ろ盾を得た。ザラス・シュトラの死後、 娘婿のジャーマースパフーグワが教団を引き継いだ。教祖が死んでも国家権力を背景としていた教団が揺らぐことはなかったと見られている。ゾロアスター教発祥の地と信じられているアフガニスタン北部の古代バルフにザラスシュトラが埋葬されたと伝えられている。この地はゾロアスター教徒から申請しされてきた。ジャーマースパ以降、教団指導部は 強制拡大のためにザラスストラの急進的な教えを軟化させ、ゲンイランタ神教の神々に独自の機能とそれに捧げる伝統的呪文を認めた。これにより、ゲンイランタ神教とハラゾロアスター教の融和を図ったが、両者の区別は曖昧になった。その後、ナオラタ部族国家は歴史から姿を消した。ゾロアスター教団は権力基盤を失い、 弱い立場に立たされたと見られている。歴史資料にザラスシュトラが登場するのは前後世紀のギリシア語文献に偉人、ゾロアストレスとして言及されるまで待たなければならない。多宗教への影響と同様ゾロアスター教の政治への影響力の大きさも研究者によって意見が分かれる。一般に古代の政治宗教関係は密接であったため、 他宗教への影響が大きいと考える研究者ほど、その政治的影響も強かったと考える傾向にある。歴代王朝下で、ゾロアスター教は常に国境的役割を担ったと考える者も,もいるが、見解は統一されていない。青木健は、古代アーリア人の諸宗教とゾロアスター教の教会は、曖昧で、サンサンな成立まで、 そのどちらとも取れるような諸宗教が人々に幅広く、受容されていたとしか言えないと指摘している。マゴス神官団の対等ギリシアの歴史家、ヘロドトスによると、アーリア系のメディア王国には、マゴス族と呼ばれる神官たちがいた。彼らは、廃下儀礼、調奏、正常儀礼、悪なる生物の殺害、細菌、親婚、牛の犠牲重祭といった。 メディア人の宗教行為を担っていたが、廃下儀礼、犠牲重債以外はゲニーランタ神教に見られない、独自の風習であるとされる。非インドヨーロッパ語族的な名称を持ち、独特な風習を持つことから、マゴスはアゼルバイジャン付近の土着民族であったとする説もある。投票からメディアに来たと思われる、ゾロアスター教団は、マゴス新幹団の県政に圧倒され、 爬虫類殺害や細菌、親婚を取り入れ、葬式は、土葬から、長葬、犠牲重債も羊から牛に転換したと見られている。メディア王家の血を引くペルシアをキュロス2世は、紀元前550年にメディアを滅ぼし、アケメネスはさ、ペルシアを建国した。キュロスは小アジアから中央アジアに至る空前の大帝国を建設し、史上初めて、 イラン高原とメソポタミア平原の両方を支配した。キュロス王家の信仰は不明なところが多い。ボイスはキュロスがゾロアスター教徒であったと主張している。また、考古学的な見地からはキュロスの建造した廃火団やキュロスの墓はバビロニア的要素が含まれているとされる。一方、キュロスの息子カンビュセス2世は、実子アトッサや実米、ロクサーナと、 近親婚しており、マゴス新刊団の影響が伺える。また、マゴス新刊団ガウマータが王族スメルディスになりすましたとされていることから、キュロス王家では、マゴス新刊団が徴用されていたと見る向きもある。ただし、キュロス王家は親民たちに改修を強制せず、キュロスがバビロンを征服した、紀元前536年には、バビロン補守にあっていた。 ユダヤ人たちを解放している。また、進んだ文明を持つメソポタミアやエジプトの信仰を尊重し、政治的な中央集権と文化的な地方文権を敷いたとされる。このようなことから、キュロス王家がゾロアスター教徒だったとしても、支配者の宗教という意味に限定される。この結果、シンクレティズムが促されて、 ユダヤ教エッセネ派が流星し、キリスト教に継承されたとも言われる。アケメネス長期のギリシアにおける、ピタゴラス教団、オルフェウス教、さらに、ペルシャ高原東部では、大乗仏教伝播に伴う弥勒菩薩信仰と結びつき、マニ教も、ゾロアスター教の影響を強く受けたとされる。イスラム教もまたマニ教と並んで、ゾロアスター教の影響も受けており、経典。 クルアーンにも、ゾロアスター教徒の名が登場する。マズダー崇拝の対等ダレーオス一世による、ベヒストゥ非碑文。自らの即位の敬意と正当性を主張する文章と、レリーフが刻まれている、キュロスの後継者、カンビューセス二世は、妹で妻のロクサーナを殺害、その後、自殺した。後継者として、王の弟スメルディスが即位するも、 カンビューセスの元新兵隊長ダレイオスに偽物と見破られ、殺害される。その後、アケメネス朝暴流を名乗るダレイオスは、9人のライバルを倒し、ダレイオス一世として大王に即位した。これにより、アケメネス朝直系のキュロス王家は途絶え、ダレイオス家に王位が移った、ダレイオス王家の大王たちは、 アーリア人の宗教を信仰していた形跡があるが、その一派であるザラス・シュトラの教えに敬していたか、どうかには、議論がある。なお、アケメネス朝の碑文には、アフラマズダーのほかミスラやエラムメソポタミアの神々の名が登場し、諸民族の多様な宗教に配慮していたことが伺える。仮にザラス・シュトラの教えがその中に含まれていても、 数ある中の一つに過ぎなかったと考えられる、ダレイオス王家の歴代大王たちが、競技のゾロアスター教に帰えしていたとする根拠には、以下のものがある。これらの根拠に対して、以下のような反論も提出されている。ダレイオス一世の孫、アルタクセルクセス一世は、大英は崇拝を禁止した。これについては、ペルシア人の崇拝対象をアフラマズダーに限定したと解釈できる。 この政策は、アルタクセルクセス2世の頃に変更され、アナーヒターやミスラへの崇拝も奨励されるようになった。アルタクセルクセス3世の第2は、アナーヒター崇拝が省略され、アフラマズダーとミスラへの崇拝が奨励された。なお、歴史家ヘロドトスは、ペルシア人は子供に真実を言うように教える。ペルシア人は偶像をはじめ、 神殿や祭壇を建てるという風習を持たないと記している。しかし、古代メソポタミアのイシュタル信仰がペルシアにも影響してアナーヒター信仰と同一視されたのもこの時期である。アナーヒター像を置いた神殿が築かれ、それまでヘッツイの日を日々の儀式に使い、祭礼では野外に集まっていたペルシア人もメソポタミアの偶像。 神殿を伴う信仰に対抗して、火を燃やす、常設の祭壇を設けた特別な建物を作るようになった。やがて、こうした日、建物が、神聖死されるのである。ミスラ崇拝の対等名前に、ミスラを含むパルティア大王、ミトラダテス一世のコイン期限全4世紀後半、マケドニア王国のアレクサンドロス三世によって、アケメネス朝が滅ぼされた。 後世の資料ではアレクサンドロスによって、アベスターとザンドの写本が焼かれたとされているが、アケメネス朝では、文字の使用が一般化していなかったため、創作と思われる。また、ギリシア神話とアーリア人の宗教が混濁し、ゼウスとアフラマズバー、アポロンとミスラなどが同一視された。大王の死後、その王国は4分五列し、 セレウコス一世によって小アジアからペルシアに至るヘレニズム国家セレウコス朝シリアが建国された。セレウコス朝の歴史は東方におけるギリシア人政治勢力の交代の歴史でもあった。なお、ギリシア人によるとこの頃のマゴス新官団はゾーロアストレース、ヒュスタスペオス、オスタネスの教えを報じていたという。紀元前3世紀 ペルシア人と同系である、パルティア人の族長アルサケス一世が、セレウコス朝の支配から自立し、ミフルダートキルト周辺にアルサケス朝、パルティアを建国した。五代目ミトラダテス一世の時に東西に領土を広げ、共和制ローマの侵攻やマカバイ戦争に、暴殺されていた、セレウコス朝からメディアとメソポタミアを奪った。そして、 セレウコス朝の中核都市だったセレウキアの対岸に新首都クテシフォンを建設したパルティアの君主たちはアーリア人の宗教を信仰していた。しかし、パルティアの宗教資料は乏しく、ゾロアスター教と称し得る宗教が信仰されていたかは、なおも見解が分かれる。アルサケス朝には、ティリダテス、ミトラダデス、アルタバノスなど、それぞれ、水星、ミフル、 天足の意味を持つ、ゲイランタ神教的な名が見られる。また、アレクサンドロスの影響で、アルサケス朝の君主たちは神を自称するようになり、後世のサーサーなさにも影響を与えた。ただし、アルサケス朝は、自らの信仰を住民たちに強制せず、その影響は、王族の私的領域に止まったと考えられている。紀元前一世紀以降、アナトリアのカッパドキアや、 ティアナなどで諸言語によってミスラ神に捧げた碑文が残されている。古典的な説によればアナトリアに侵攻したローマ兵たちがミスラ神を持ち込みミトラス教に発展した。パルティアの宗教が隣国アルメニア王国では神々の一族関係が重視され、すべての父と称されていたアラマズドとアナヒットが夫婦ミフルとナナイはその息子、娘とされた。ミフルは 特に重要な地位を占めていた。アルサケス家のアルメニア国王ティリダテス一世は、三千人のパルティア兵に護衛されながら、ローマ皇帝ネロと越見したとき、ひざまずいてギリシア語で、ミフルを崇めるように、ローマ皇帝を崇めると演説した。また、週末には、バンコに潜むミフルが、救世主として現れると信じられていた。バハ軍には、 ミフルと同じ太陽神の役割が与えられたため、混同が生じてしまった。青木県は、パルティアの宗教が、アルメニア王国の宗教と非常に近いものであったと、指摘している。アルメニアの宗教にはパルティア語の借用が多用され、66年以降は、アルサケスケが、アルメニア王位を占めていたからである。また両国では、 後のゾロアスター教では避けられる、偶像礼拝や土葬が行われていたと見られている。青木はアルメニアの宗教を分析し、アフラマズダーが尊数対象となっている点では、ゾロアスター教のようにも見えると前置きしつつ、ヤシトの段階で、やっと復権したバハ軍やミフルも崇拝対象になっていると指摘した。特に創始国ローマの皇帝を、 ミスラになぞらえた点を重視し、アルメニア的ゾロアスター教パルティア的、ゾロアスター教の主神はミスラであり、厳密には、ゾロアスター教でなく、ミスラ教と称すべき信仰であったと論じている。4世紀にアルメニアは、キリスト教愛称を論破を国境化して、アルメニア的ゾロアスター教は衰退したが、近親婚などの風習は20世紀まで残っていたと言われている。 ゾロアスター教の国境科学者、ロスタムに所在する、ゾロアスターのカーバと称される遺構。建物の用途は不明だが、下部の壁面に、カルティールによって書かれた、長大なパフラビー語碑文がある、ペルシア州、エスタフルの廃下神殿神官であったサーサーンは、ペルシス王国の有力豪族、バーズランギー家と婚姻関係を結び、交流の基礎を得た。 その息子パーパクはパルティアに反乱を起こし、さらにその息子のアルダシール一世はクテシフォンを征服してサーサー・ガッサ、ペルシアを建国した。サーサー・ガッサはアケメネス朝の後継者という地位とゾロアスター教に正当性を求めた。そしてヒペルシア的な違法人王朝パルティアを倒して伝統的信仰を復興したと主張した。実際には パルティアの貴族階級、政治機構、文化、社会は多くの点でサーサー・アン・アサに引き継がれていたが、このアケメネス朝サーサー・アン・アサを正当とする歴史観は後世のイラン世界にも大きな影響を与えた。なお、この時代の口語はパフラビー語に変質し、古代ペルシア語の古伝、アベスター、ガーサーはすでに解読困難だったと考えられる。この時代、 大将など、ペルシア商人の活発な活動で、中央アジア、中国へ、ゾロアスター教が伝播し、西方に対しては、ローマ帝国など地中海世界との交流、構争により、競技面などで、互いの影響を受けたと考えられる。サーサーなさ,あさあでは、実際に機能したかは定かではないが、新官たちは、上から順に、新刊、軍人貴族、農民、商人、 職人の階級を想定していた。この中で、神官は、官僚層である上級のモーベド神官、神殿の管理や、庶民の宗教教育に携わる下級のヘールベド神官に分けられた。農民たちは大地を耕すとして称賛されていた。一方で、商人、職人たちは、神官から別室されていた。そのためアーリア人ゾロアスター教徒から、 あまり商人、職人が排出されず、セム系やローマ人、ソフド人などに頼っていた。また、このことが商人、職人層のキリスト教会集を促進した面もある。260年、サーサー・ナッサは、ローマ帝国からキリスト教文化の中心都市エデッサを奪い取り、国内に多くのキリスト教徒を抱えた。キリスト教会は、 長い歳月をかけて培われたセム人の書籍文化とギリシア人の活発な知的活動の成果を受け継いでおり、聖典の書籍化、神学の発展、知的水準などの面で、ゾロアスター教神観団は劣勢に立たされ、ゾロアスター教とのキリスト教改修が相次いだ。このことが国教であるゾロアスター教にとって大きな脅威であり、4世紀以降、 国家権力を背景とした迫害やゾロアスター教の改革などが行われた。皇帝崇拝の対等なくしてラジャブマガイレリーフのカルティールの肖像70年にわたり君臨したシャープール2世の教像サーサーナサはアーリア人の宗教を信仰していた形跡があるが、その一派であるザラスシュトラの教えに一貫して、帰還していたかはなおも異論がある。少なくとも初期においては、 ザラス・シュトラに関する記録が残されていないが、アルダシールが、マズダー・ス敗ハイシャの神なるアルダシール、アーリア民族のシャー・ハンシャー、神々の末裔へと刻んだコインを発行したことから、マズダー・ス敗ハイシャのシャー・ハンシャーを神としていたことは、分かっている。アルダシール一世と大ワカンタンサールのもと、ゾロアスター教は体系化されたとされる。サーサーン朝君主が発行する貨幣の理念に、 ハイカダンが刻印され、ゾロアスター教が世俗支配でも重要な役割を担っていたと推測される。アルダシールの息子、シャープール一世はアルサケス朝と同じく首都をメソポタミアのクテシフォンに定めた。しかしメソポタミアではセム系が多数を占め、ユダヤ教、キリスト教、マンダ教、グノーシス主義といった様々な宗教団体が乱立していた。 国葬地帯で政治的経済的重要性も高いメソポタミアを安定的に統治するため、シャープールは温厚な宗教政策をとった。そして西ビスのユダヤ人指導者や信仰宗教の教祖マニを招き、彼らの宗教活動を容認した。サーサーン朝シャーハンシャーたちは先祖伝来の地ペルシア州にマガイレリーフを作り、除人の儀式を行っていた。 バハラーム一世のリレーフには、オフルマズドから支配権を委ねられた姿が描かれている。バハラーム二世の作ったリレーフには、おじのアルメニア国王、ナルセラ・サーサーン家の面々と並び、神官に過ぎないカルティールが、それもかなり高い石字で描かれていた。このことから、シャープールの死後、カルティール率いる神官団が台頭していたことが伺える。 剣政を増し加えたカルティールは、バハラームの霊魂を救済するオフルマズドモーベド、神官、エスタフルのアナーヒターハイカ神殿の神官の称号、エ得タ。シャーハンシャーの霊魂を左右し、サーサーミアサの祖先が務めていた神殿の神官職を名乗るようになったのである。また、彼はマニを処刑するなど、異教団圧に熱心で、ユダヤ教と仏教とヒンドゥー教と。 シリア系キリスト教、ギリシア系キリスト教と、センレイ教と、マニ教とを駆逐したとする碑文を帝国各地に建てた。そして、帝国各地に聖火と神官たちを派遣したと書き記しているが、具体的にどのような教えを信じていたのかは、記録がない。ナルセが、シャーハンシャーになると、カルティールは失脚したと見られる。エスタフルのアナーヒターハイカ神殿の神官の称号は、 ナルセに引き継がれた。カルティールの死後も、ゾロアスター国境化路線は維持された。9代目シャープール2世の時代には、大見和館アードルバードのもと、クデンアベスターの結集と競技の確立が行われた。また、シャープールは見る人が限られるレリーフを作るよりも、自身の描かれた、銀色器や郷像を帝国各地にばらまくことに、積極的だった。 これによりサーサーン家とペルシアの関係性は薄れ、シャーハンシャーの神秘性はかえって失われたと考えられている。ズルワーン崇拝の台頭ただし国境化によっても、古来から続く帝国内の多様なアーリア人の諸宗教は均一化されなかった。周辺の外国語文献によれば、サーサーン朝初期五世紀頃まで時間の神、ズルワーンが崇拝されていた。 このズルワアン教と呼ばれるアーリア人の宗教の一派は、9から10世紀のゾロアスター教文献に記述がなく、両者の関係は分かっていない。インド思想、カーラ、ギリシア思想ワイオー音の影響も指摘される。完全に独立した宗教であるという説から、サーサーン朝初期中期の国教であったという説まで、様々な見解が存在する。 ジャーヒリア時代以降に書かれたアラビア語古視には、バタバタと独特な歩き方をしながら、ズーンなる偶像神に牛を捧げ、熱心に祈るメソポタミアのゾロアスター教神官の姿が描写されている。ズーンとは、アラビアで信仰された魚の神、または、ズルワーンがアラビア語で省略された形であると見られる。いずれにしろ、 ペルシア的ゾロアスター教とはかなり異なる、メソポタミア的ゾロアスター教が信仰されていたと思われる。その他の地域にも独自の宗教が存在したと考えられ、ペルシア州の観断を頂点に、アーリア人の諸宗教をゾロアスター教の名で緩やかに統合していたとする説もある。ザラスシュトラ伝説の台頭サーサーン・アサト・クシャーノ。 サーサーアサの領域サーサーア,ンアサの文化クシャーのサーサーアサでは、シャーのバハラーム2世が、カイバハラームクーシャンシャーと刻んだコインを発行していた。カイとは、アベスターに関する伝承に登場するザラスシュトラの、被護者、カオイ王朝の中世ペルシア語である。このことから、クシャーのサーサーアサでは、ザラスシュトラ伝説を、王権の正当性を支えるイデオロギーとして、 採用したと考えられている。その後、本家サーサーンアサのヤズデギルド2世も、マズダー崇拝の神たる会と銘打ったコインを発行している。ヤズデギルドは、東方遠征を繰り返したり、北義に施設団を送って、貿易を促進しようとするなど東方への関心が強かった。こうした中で、中央アジアに残された、ザラスシュトラ伝説やクシャーのサーサーンアサの、 国会でオロギーに触れたものと思われる。こうしてシャーハンシャーは、神々の末裔を名乗ることを止め、ザラス・シュトラの被護者の末裔を称するようになった。二元論の確立6世紀のサー・サーン・アサは、ビザンツ帝国に借金をして、東方の遊牧国家エフタルに徴降するほど国力が、衰えた。カワード一世は、マズダク教を唱えたマズダクを最小に登用して、 改革を試みた。カワードは、平等を解くマズダク教を利用して、ゾロアスター教新勘団の抑え込もうとして、大きな反発を喰らい、かえって混乱を深めた。カワードの息子ホスロー一世は、税制、軍政改革に成功し、サーサーン朝の中高を果たした。ホスローの下で、キリスト教、パフレビー文字を参考に、アベスター文字が発明され、クデンアベスターと、 そのパフレビーご注釈、残土が書籍化された。さらに西方からギリシア哲学を、東方からインド哲学を、ゾロアスター教に取り入れ、知的水準においても、キリスト教会に対抗できる体制を整えた。ホスロー一世の頃に、ゾロアスター教の一神教的要素が排除され、全身、オフルマズドと、アクシニアフレマンの対立を軸とした真の意味で二元論的な、 協議が確立したと見られている。ゾロアスター教神観団はこれによって悪の存在を説明でき、その点でセム的一神教に優位に立てると考えた。またズルワーン教の悲観的世界観、人間観から脱し、物質存在の肯定と楽観的な終末論が唱えられた。このような世界観は楽天的、善悪二元論とも呼ばれ、 対等する一神教のキリスト教に対抗するために一神教要素を排除して二元論を強調したとする見方もある。ソグド的ゾロアスター教ソグディアナはザラスシュトラの出身地に近いと考えられており、ペルシアよりもその教えが古い形で残っていたと考えられている。また、ソグド語資料にはザラシュストラの物語が書かれており、 アベスターの三一部分のソグド語版である可能性もある。また、ソグド人はアフラマズダーやズルバーン、ミスラのほかヒンドゥー教の神々も祀っていた。県境遁光湿度の県境の女神像5世紀6世紀頃、公益活動のために多数のペルシア人がトルキスタンから現在の甘宿省を経て中国へ渡り、下北の北州、北西に、 ゾロアスター教が広まったという。信者は相当数いたものと思われ、当代には、研教と称された。札田から、札始めないし、札法を、指導者とする教団がも存在した。隋、当の時代、札田からは、官職と認められ、ペルシア人やイラン系の西域出身者に官位が、授けられ、教寺院や礼拝所の管理を任された。首都長安や落陽。 孫皇、両州といった都市に寺院、祠が設けられ、長安には5箇所、洛陽には3箇所の祠があったと言われている。しかし、ゾロアスター教徒は中国においてはほとんど、伝道活動を行わなかったらしい。塔においては、京教、マニ教と合わせて3、エビス教、その寺を3、エビス寺と呼び、国際都市長安を中心に、多くの信者を有した。 西北部に居住するトルコ族の国ウイグルではマニ教とともにゾロアスター教も広く信仰された。とから、シャマモルなどのペルシア人が古代日本にも訪れており、何らかの形での伝来が考えられている。松本清張は古代史ミステリーの代表的長編、火の道でゾロアスター教が日本に来ていたのではないかという仮説を取り入れている。イラン学者。 伊藤義則は、来朝ペルシア人の否定研究などを踏まえて、審議信言集の作法や、お水取りの時に行われる、脱炭の行法は、ゾロアスター教の影響を受けているのではないかとする、説を提出している。中国における研究の信者は、多くの場合ペルシア人や西域出身者だったが、当初は、対象の商人が多数を占め、後には党に亡命政府を樹立した。 サンサーン朝からの難民などが加わったものと思われる。武装の廃仏の時に、仏教と共に三、エビス教も弾圧を受け、以後は衰退していった。また、西域では11世紀から13世紀に、西域のイスラム化が進行した。宋の時代になると、担い手の感化が進み、壮大漢民族的ゾロアスター教とも言える形態に変化した。県教は、 14世紀頃まで開封、人口などに残っていたと記録されているが、その後の消息はつかめていない。なお、東代から現代にかけて、対外貿易港だった福建省泉州市郊外に、ペルシャ層という村があり、現在でもペルシア人の末裔が暮らしているという。彼らは、現在、言語、形質面では漢族に同化しているが、イスラム教を報じており、 海賊と認定されている。彼らの宗教儀式には、ゾロアスター教の名残が見られるとも言われる。ホスロー一世の孫、ホスロー二世は国力に余裕のある状態でシャーハンシャーになることができた。しかし、即位当初から部下の反逆に遭い、求心力を高めるために、新たな皇帝イデオロギーを創出する必要性に迫られた。そこで彼は、 キリスト教国家東ローマ帝国と戦争を開始し、エルサレム攻略によって、イエスキリストが卓形に処せられたとされる、ゴルゴタの聖十字架を奪取し、国葬地帯エジプトも占領。首都コンスタンティノープル対岸のカルケドンまで進軍して、東ローマ帝国を滅亡寸前に追いやった。この大勝利によって、シャーハンシャーの威信は絶頂を迎え、ホスローが、 アフラマズダーよりも一段上位の台座に立つレリーフが建造された。なお、この頃は、ゾロアスター教からキリスト教への改修が相次いでいた。特に、ゾロアスター教から軽蔑されていた商人、職人層に顕著で、職人団体の長にもキリスト教徒が多かった。東ローマ皇帝に即位したヘラクレオスは、反転攻勢に出たが、シリアメソポタミアから、 クテシフォン方面に向かうことはせず、623年にタウルス山脈沿いに進軍してシーズを吸収。廃ダンは破壊され、シーズの成果のみから応じてクテシフォン近郊に避難された。これにより、サーサーアン・アサの威信は大いに揺らいだ。この戦争により、両大国の力は消耗し周辺国では自立の動きが活性化した。 国力を浪費させたホスローは皇太子によって暗殺され内乱に陥った。サーサーン・アサの内乱をなんとか閉廷したホスロー2世の孫ヤズデギルド3世は633年よりアラビア半島の信仰世界宗教イスラム教を報じるアラブ人の信仰に直面した。サーサーン・アサ側は長年の内戦で疲弊しており637年には 取得手資本を奪われた。ヤズデギルドは、税収の3割を担っていたメソポタミアを放棄し、イラン高原で体制の立て直しを図った。イラン高原に進軍したイスラム軍は、連戦を重ね、ニハーバンドの戦いでサーサーナサを打ち破った。この時、落馬して、捕虜となれば、身の白金を払って解放されるという当時の慣例に、従って、多くの将兵が、 わざと落馬したが、アラブ人はこのルールを知らず、必要以上に多くのペルシア軍が虐殺された。これによってサーサー・アン・アサの軍事組織とペルシア人の経済社会システムは崩壊し、サーサー・アン・アサはイスラム勢力に抵抗する力を失った。ヤズデ・ギルドは逃亡中の651年にメルブで殺され、キリスト教とシーリーンの孫であることから、現地民によって、 キリスト教式に埋葬されたという。ヤズデギルドの息子ペーローズ三世と孫ナルシエフは、党に逃れ、質量にサーサーッサ亡命政府を置くも、アラブジニスラム教徒に占領され、ペルシア帝国復活の望みは完全に断たれた。教順アラブジニスラム教徒による、信仰時に、旧来の支配階級だったアーリア人たちは、イスラム教への改修、この、 徹底抗戦の選択肢を余儀なくされた。回収者は少なく、多くが、効能によって、信仰を維持したと言われる。アラブ人たちは、宗教的に法人策で、従来の信仰は概ね維持された。サーサーン朝崩壊から8世紀まで、ゾロアスター教に関する資料はほとんど残っていない。しかし8世紀になると、風電延平商売を中心とする。 ゾロアスター教神官団たちが、パフレビー語文献を精力的に執筆し、パフレビー語文学ルネッサンスと呼ばれる文化的、発展期を迎えた。知られる限り最初のフーデエンペーションバーイであるアードゥル、ファローバイは、イラン高原全体のゾロアスター教徒を指導しており、デーンカルド最初の著者でもあった。彼の後継者たちも書簡集、リバーヤと、ブンダヒシュン、 宗教問答集など様々な文献を残している。10世紀になると、アラビア語文献でしか、フーデン・エンペイ・ショーバーイの名が知られなくなる。そして936年に処刑された祖父の後を、継いだ、英明堂を最後に、フーデン・エンペイ・ショーバーイの記録は残っていない。なお、9から10世紀の文献には二元論的、ゾロアスター教の世界観が描かれており、5世紀まで、 外国語文献で、たびたび描写されていた、ズルワーン崇拝に関する記述が存在しないため、様々な議論を呼んでいる。ゾロアスター新官団を経済的に支えたのは、アルダフシール・ファダフシー・ラーフをつなぐ、通称炉であった。この地は、サーサーン朝崩壊後に建てられた、廃下神殿が連なり、新官団と商人たちによって、共同管理されたと見られている。 しかしこのルートが、ブワイフ朝の国家管理に置かれたことで錆びれてしまい、10世紀後半の地震で、シーラーフが壊滅したことによりとどめを刺された。かつての通商路には、廃墟と化した、廃下神殿が点在する不毛の地となり、経済的基盤を失ったゾロアスター共振勘断は消滅した。それにより、パフレビー語文学ルネッサンスは、 終焉を迎え、アベスターの大半が散逸した。反乱うまい朝から、アッパース朝の転換期、アーリア人の宗教の信者たちによる反乱が相次いだ。この頃、ゾロアスター教神官のベフ・アーフリードが活躍した。反乱を起こしたイラン人には、ホラーサーン周辺で、原始的ゾロアスター教や、太陽崇拝。 マズラク教を旗頭にすることが多く、サンサーナッサ崩壊後には、様々な、アーリア人の諸宗教が台頭していた可能性がある。しかし9世紀半ば以降は反イスラムを掲げた、反乱も起こらなくなる。衰退イスラム教徒の支配下で、ゾロアスター教徒たちは、経済的利益や身の安全のため次々と、回収していった。イスラム側は彼らを回収させるため、 ヤズデギルド3世の娘たちが聖党カリフ、アリーブン・アビー・タアリブの一族と結婚したという説はオルフさせた。ゴムではアーリア人への虐殺、追放が行われ、代わりにアラブ人の移住が促進された。これによってこの町はシーア派の一大拠点となった。10世紀にはゾロアスター教の画像だったペルシア州で、 ゾロアスター教徒の血を引くイスラム教徒のガーゼルニーが、布教活動を行った。ゾロアスター教神官団は彼を暗殺、逮捕しようとしたが失敗し、最後の基盤も切り崩されていった。12世紀にはこの地の農村部にもモスクが立つようになり、ペルシアのイスラム化は不可逆的に進んだ。これに伴い、アーリア人の伝統的階級社会は解体され、 民族の誇りも失われて実証がアジャムと主体性のないものに置き換えられた。サーサーアン・アサの豊かな文化はイスラム文化に吸収された。近代に至り、イラン社会も世俗化の流れの中でジズヤが廃止され、ようやくムスリムとは法的に対等の権利を得た。ムンバイに建設された沈黙の東イラン高原の政治勢力はインド、アタイ陸に たびたび進出しており、インドの歴史書では、高戦的なパルサバ族、アーリア人の祭祀を無視し、クシャトリアから格下げされた、パフラバ族、ムレッチャのパーラスイ家族などとして記録されている。そうした中で、インドにもイラン系アーリア人の宗教を信じる、集団がいくつか確認されている。サーサーン超滅亡までに、以下の集団がインドにおいて存在していた。 サーサーン朝滅亡後、イランのゾロアスター教徒には、インド西海岸グジャラートへ退避する集団があった。彼らを、パールシーという。キサアイ・サンジャンの伝承では、ホラーサーンのサンジャーンから、4、5隻の船に乗り、グジャラート南部のサンジャーンにたどり着き、現地を支配したヒンドゥー教徒の王者アディラーナーの保護を、得て、周辺地域に定住したと言われる。 グジャラートのサンジャーンに5年間定住した新刊団は死者を陸路イラン高原のホラーサーンに派遣し、同地のアータシュバフラーム級聖火をサンジャーンに移転させたと言われている。パールシーのコミュニティは以後1000年間信仰を守り続けている。彼らはイランでは多く農業を営んでいたと言われるが、移住を契機に商工業に進出し、土地の風習を取り入れて、 インド化していった。それに伴い、グジャラート語を使用するようになった彼らの多くは、旧来のゾロアスター教資料を読めなくなった。二元論、終末論といった教義への探求はほとんど行われなり、代わりに、新刊団は、一般シントにとって、重要だった祭儀の継承に力を注いだ。また知的活動を支える余裕がなくなったため、 祭儀に関するものと残された書籍の写本作成を除いて文献執筆はほとんど行われなくなった。パールシーはカースト制に組み込まれ、一つのカーストとしてパールシーのコミュニティ内で婚姻するようになった。このカーストと俗内婚によってパールシーの人々は同化圧力の強いヒンドゥー教社会の中で独自性を維持することができた。 ヤズイーディ教はゲニーランタ神教と12世紀にスーフィーの指導者アディイブン・ムサーフィルが作ったアダウィーや教団の教えが融合したクルド人の宗教である。クルド人は言語学的に古代アーリア人の文化でありザラス・シュトラ以前の教えを保存していると考えられている。ヤズイーディ教の聖典にはゲニーランタ神教とよく似た教義や物語が多く登場するが 固有名詞がイスラム風のものに入れ替わっているものが少なくない。インドにおいては、古伝の中にいくつも神々の名前を登場させ、改ざんができないよう注意を払われていたが、同じアーリア系でも、イランでは、そのような注意を欠いていたことが原因であるとされている。トビリ市のゾロアスター神殿近代以前から、ゾロアスター教が信仰されていた地域は、以下の通りである。イラン。 かつて、ゾロアスター教を国教とした、サンサーナッサ、ペルシア帝国の中心地。ヤズドを中心に、シ徒数3万から6万人。インド、10世紀頃に、イランを脱出したゾロアスター教徒が、グジャラート州に移住。ペルシア人を意味する、パールシーと呼ばれる。現在は、パールシーの経済的中心地、ボンベイを主たる拠点として、シ徒数7万5千人。 パキスタン、英領インドが、インド共和国とパキスタンに分離して独立国となった。際2500人から6000人のパールシーが、パキスタンの領域に住んでおり、パキスタン国民となった。中心地は、カラチである。アゼルバイジャン・ジョージア国、イラク、若干明近代以降、多くのパールシー教徒が英語圏の各地に、 イラン本国のゾロアスター教徒がドイツに移民として移住したことにより、信者の分布地域は拡大していった。イギリス、約5000人。北米大陸、約1万人。オーストラリア、約2500人。シンガポール、香港、日本、ドイツ、ジャッカマ。ヤズドのゾロアスター教神殿イランのゾロアスター教は、イスラム化の進展によって少数派に転落した。 今日、小規模の神徒共同体が残存し、現代ペルシア語で、ゾロアスターの教え、ティーネザルドゥシュトと呼ばれる。イラン中央部のヤズド、南東部のケルマン地区を中心に、数万人の信者が存在する。ヤズドでは、人口の約1割が、ゾロアスター教徒とされる。ヤズド近郊には、ゾロアスター教徒の村がいくつかあり、ハイカ神殿は、信者以外にも解放され。 1500年前から燃え続けているという成果を見ることができる。ダフメによる調装は1930年代にパフラビー町のレザーシャーにより禁止され、以後はイスラム教徒と同様に土壌となった。現在は活用されず観光施設として残されるにとどまる。ゾロアスター教徒は近代化の進展により、ムスリムと同等の法的権利を獲得したが、 イスラム革命により再び霊属的地位に置かれてしまう。かつての世界宗教、ゾロアスター教はイスラーム教徒による宗教的迫害によって信徒資格を血縁に求める民族、部族宗教へと交代した。現在、ゾロアスター教では信徒を親に持たない者の,の入信を受け入れていない。一方で、シーア派が政治権力を握り人々を抑圧しているにも、 関わらず、多くのシーア派が、水面下で、気を回収したとする調査もある。それによれば、イスラム教シーア派を辞任する人は3分の1に満たず、国民の8%が、ゾロアスター教徒を自称した。彼らは、イラン発祥のゾロアスター教に誇りを持ち、アラブ人が持ち込んだとして、イスラム教に反発する者も,もいる。また、 火の周りで祈りを捧げるゾロアスター式の結婚式が流行したため、当局によって禁止されている。水面下では、キリスト教やヒシーヤ派のイスラム教も拡大しており、イラン政府の厳格な宗教政策がかえって、シーヤ派から人々を遠ざけていると見られている。インドにおける、パールシー入信のナオジョテの儀式現在、インドは、ゾロアスター教徒数の最も多い国である。 今日では同じ、西海岸のマハーラーシュトラ州ムンバイに、ゾロアスター教の中心地があり、海ソザラスシュトラが点火したと伝えられる炎が消えることなく、燃え続けている。ゾロアスター教は、インドでは、ペルシア人を意味する、パールシーと呼ばれ、パールシー同士だけで混因し、周囲とは異なるパールシー共同体を形成している。少数ながら、商業、貿易、 知的職業に就く人が多く、裕福層や政治力を持った人々の割合が多い。インド国内で少数派ながら富裕層が多く、社会的に活躍する人が多い点は、宿教徒と類似し、インドに大財閥の一つ立たグループは、パールシーの財閥である。パールシーは、同じ教徒同士の堅固な結合と、相互扶助もあって、彼らの社会には、 生活において貧窮する者がいないと言われる。神殿は、マハラシュトラ州のムンバイとプネーに、いくつかあり、ゾロアスター教共同体を作っている。神殿には、ゾロアスター教徒の実が入ることができ、異教徒の立ち入りは禁じられている。神聖な炎は、すべての神殿にあり、ペルシアから運ばれた炎から分けられたものである。神殿内には、偶像はなく、炎に礼拝する。 パールシーのほとんどは、ムンバイとプネイに在住している。また、グジャラート州のアフマダーバードやスーラトにも神殿があり、周辺に住む信者により運営されている。一方、パキスタンのゾロアスター教徒は5000人で、主にカラチ一帯に居住しており、イランからの信者流入により教徒数は増加傾向にある。19世紀後半から20世紀前半にかけては、上海、 甲州などにインドア大陸から渡来したパールシー商人が疎開を中心に独自のコミュニティを築いていた。現在でも香港には白東京都と呼ばれる数百人のパールシーが定住し、コーズウェイ米の商業ビルの一角に配下神殿が、ハッピーバレーに専用墓地が存在する。マカオには現在パールシーは居住していないが、東洋坊さんに、 白桃粉状と呼ばれる墓地があり、香港が貿易拠点として発展する以前は、パール・シー商人が居留していたものと考えられる。近代の日本では、戦前からインドゾロアスター京都により、神戸在住の貿易省として定住が始まり、その子孫の人々は現在でも健在である。在日も三世代目ないし四世代目となり、日本生まれの日本育ちとして、 すっかり日本文化に溶け込んでいるが、国籍はインドを維持し、祭祀の際などにはムンバイに帰ってゾロアスター教の儀礼に参加している。1990年代後半にプロの霊感占い師ミキや秀樹によって日本ゾロアスター教団が設立されたが、2017年現在、その活動は確認することができなくなっている。19世紀以降、 インドからのパールシーの移住に伴い、北米には1万8000の2万5000人の南アジアイラン系の信者、オーストラリアには3500人の信者が在住している。1990年、アリー・エイ・ジャファリーによって、ロサンゼルスにおいて、ゾロアスター教系信仰教団、ザラス・シュトリアン・アッセンブリーが設立された。ガーサーのみを聖典とし、入信儀式を得れば、民族、 国籍問わずに、誰でも、会員となることができるとされている。原始教団ザラスシュトラ教祖ジャーマースパフォーグは、ザラスシュトラの娘婿以後、記録なし大見和感、風電ペーショ場合以後、記録なし。ありがとうございます。